全体的に見ると実験校みたいなね、実験店舗ですけど、もう全然良さそうですね。ナオルの進捗報告。はい、若林さんに来てもらいました。お願いします。いやね、本当に令和の虎で出会って本当に店舗ができ始めてしまいましたね。そうですね。今もう4つ今グランドオープンしたのは4つです4ね。つ書いてましたよね。はい、大森、千葉、飯田橋、関内。うん、はい、どうですか、調子は。一番最初にオープンした大森に関しては、はい、もう想定通り綺麗にはあ、で、まあ、売り上げもマリアン数字で言うと300万は初月で超えたので、まあ、初月はちゃんと黒字で着地したと。損益分岐点どんくらいですか？まあ、初月なんで広告費多く見たんですけど、大体170ぐらいかなと思ってます。じゃあ初月、想定通りだね、ほんとね。でも初月から100万円ぐらい余っちゃったってこと？おそらくそれぐらいになると思います。ちゃんと締めてないですけど、まだ、まあ、説明会で言ってたのよりは上だっていう感じですね。そうですね、1年ポイント3日は。加盟説明会では想定では初月の売上どのくらいっていう話してましたっけ？売上は150から170ぐらいで伝えてたと思いますね。それぞれ300万いったの？そうですね、その、まあ、200万はいかないっていう想定だったから。そんなことあるんだね、すごい。千葉どうですか、調子は。千葉と飯田橋がほぼほぼ同じなんですけど、ほう。まあ、大体その半分からそれより半分よりちょい上ぐらいの着地になるかなっていうイメージですつまね。り初月150とかから170ぐらいかなっていう印象じゃあシミュレーション通り。言ってた通りですそうですね。シミュレーション通りだけど、本当はもうちょっと行きたかったなっていうところ。そうですね。大森がいいのに千葉と飯田橋が微妙なのね。微妙ってことじゃないけどね、シミュレーション通りなんだからね、いいんだけど、待ちすぎたとかどうなんですか、住宅街の方が良かったとかそういうのあるんですか？やっぱり住宅街かどうかっていうのは結構大きかったですね。大森はやっぱりね、そうだからね。千葉も比較的集客しやすかったんですけど、飯田橋がやっぱちょっと難しい住んでないもんっていうのね。がありますね。まあオフィス街ですもんね。そうだですからね。そのオフィスに来てる人たちがまあ通ってくれればいいけど、今テレワークらしいみたいな、そんなところですか？そうですね。基本僕らまだ言ってもオフラインの集客の方が強いんですけど、SEO とかまだそんなに強くないんで、やっぱり都心エリアは SEO がもうちょっと上がらないとガッと集客が難しいのかなと思ってますね。なるほど。館内の調子どうですか？館内はまだプ中レででし言うょ？とプレがちょうど終わりました。あ、終わったんだ。でプレが終わって予約率は92%ぐらいあったのそれなんかで、オーナーと話したら、よかったですって言ってたよ。いや、そうなんですよ。なので館内の中で言うと一番、率で言うと高いですね。それはその院長先生っていうのかな、はい。その方が上手だったりするわけ。まあ、院長の質もやっぱありますね。そかなりレベルは高いで率すが高ね。いっていうと、やっぱり院長のこのトークとかそういうのが上なの。そうですね。経験もありますし、そこは高いですね。なるほどね。あとちょっと作りも変えて、壁で完全に個室っぽい感じにしたっていうのも、もしかしたらちょっとあるかもしれない。なるほど。その辺はまあ実験だからね、いろいろそうやってでするからね。ね。全体的に見ると実験校みたいなね、実験店舗ですけど、もう全然良さそうですね。最初ね、ガッといってグッと下がってしまうっていうことが起こらないっていうのは絶対もう必要だと思うんだけど、想定してるよりも多分上に行ってるのが1個あって、まあ、ほぼほぼ想定通りだっていう感じは、まあ、いいとこじゃないかな。ただもう目標としてるのはね、その言ってるその100、200万弱の売り上げになればいいっていうもんじゃないから、まあ最終的にアプリとかと絡んで、もう全く圧倒的に強いものを作るというその前段階だからね。でもまあ店舗が儲かってないんじゃしょうがないから、まあそれは赤字にはならないスタートが切れてるっていう、これはいいこと、すごいことだよね。次にオープンなのが、新宿銀座。7月18日が新宿で、銀座が22日ですね。で、その後に西川口が続いて、あとはまた地方にできていくような流れですかね。そうです。なんかそこでお得なキャンペーンがあるという噂聞いたんですけど。そうですね。フランチャイズチャンネルとか年収チャンネルとか出させていただいたんですけほうど、ほうほう。それを見たよっていう方が各店舗結構来てくださってへえ。て、まあ、大体でも体験会でも3人ずつぐらいは必ず来てくれてなるて、ほど。でそのまま、まあ継続してプランに入ってくださる方も多いということがありましたので、まあ、今回このフランチャイズチャンネルを見てくださった方に関しては、まあ、一番初めは1000円で。もう一通り体験いただけると。1000円引きじゃなくて1000円なの？1000円ですね。すごいね。なんで AI での姿勢検査から実際に施術と家でできる、効果的なケアまでを全部セットでさせていただくと。へえ。なかなか大盤振る舞いだね。
はい、すごいね。概要欄に、ナオルのですねホームページ貼っておきますんで、あの店舗ね、大森千葉飯田橋館内、あと、まあ、新宿銀座もね、あの多分アップされる頃にはもうね、もうオープンしてるかもしれないしね、そうですね、体験会は1週間前からスタートしますので、もうなんだ、ほぼほぼグランドオープンが18なだけで、11からじゃあ12とかから始まるんだ。そうですね。あ、なるほど、そうなんだ。というわけで、そのお得なキャンペーンでぜひ皆さんね、まあフランチャイズチャンネルらがね、ナオルってどんなフランチャイズなのかなとかね、加盟検討をね、あのしてる人もまあちらっとね、あの見学ついでにでもそんなんでもいいんですか？大丈夫です、はい、ぜひ、まあ、どっか体痛いとこあるでしょうからね、うん、ですね。で、まあそういうキャンペーンもお伝えしたかったんですけど、まああとね前、このナオルの実験にはね、ゼロ時募集には大物オーナーが2人加盟するということで、うん、なかなかですね、日程の調整が合わなくて大物でね、うん、忙しいですよね、なかなかね出演が、うん、後ろに倒れてるんですけど、今日ですね、一人は日程 が、調整がつきまして、このスタジオに来てますんで、この放送の2本目でね、はい、いよいよこの実験校に、まあね、すごい大きい会社の社長さんが加盟したんですよね。はい。どういう人なんですか？いやもう僕の想像をはるかに超える人というか、今まで出会ったことのない方ですね、やっぱり。ああ、なるほど。本当に規模感で言っても普通じゃ出会えなかった人みたいな感じですね。なるほどね。感じでね、ぜひコメント欄に誰が加盟したかね、予想して、もう一度ね予想してもらってね、うん、竹野社長だとかね、随分ね書かれてましたけどもね、ありましたけども、これなかなか当たらないよ。ですね、2本目で紹介したいと思いますんで。うん、